はい、皆さんこんにちは。 BMC の吉澤陸です。本日は、こちらです。本当にやりたいことが見つかる6つの質問という、ね、お話になるんですけれども、日頃私は夢が、ね、叶うメールマガジン、夢実現セミナーなどを行って、まあ、夢を叶えるというね、お手伝いをさせていただいておりますけれども、そもそもその夢自体がないという方がですね、非常に多いですね。やりたいことないんです、まあ、興味のあるものもないんですっていう方もいらっしゃいます。子供の頃はあんなこともできる、こんなこともできるという具合にですね、まあ、夢を、ね、たくさん持って自分自身に無限の可能性が、ね、あるというふうに信じますけれども、実際あるんですけれども、やっぱり現実を知るようになって、まあ、打ちのめされる部分もあれば、ね、目の前の忙しさに忙殺されて、ね、ちょっと夢を見ることをこう忘れてしまっているだけなのかもしれません。まあ、一度きりの人生ですから、ね、やっぱりやりたいことがあるっていうことはやっぱり幸せだと思うんですね。まあ、ある意味やりたいことがなくても、まあ、素晴らしい人生はあります。やっぱり、ね、ああしたい、もうこうしたいっていうものがないということは、もう今の人生でもう十分に満足しているっていうことですから、このやりたいことがない、夢がない、目標がない、こういう方をですね、別にバカにしているわけでも見下しているわけではございませんので、なんかないかなっていうふうにね、やりたいことがないんですよ、やりがいがあればな、夢があればなっていう方のための今日はお話になりますので、よろしくお願いします。はい、まずはですね、こちらです。はい、じゃがじゃん。はい、こんな人になりたいではなく、自分がしたいことは何かを考えるということなんですけれども、こんな人になりたいっていうの皆さんありますよね。私にもあります、ね、まあ、器の大きい人になりたい、怒らない人になりたいとかですね、まあ、あると思うんですよね。まあ、人に優しくいたいとか、ね、いい父親でいたい、いい母親でいたい、いい娘でいたい、いい息子でいたい、ね、いい従業員でいたいとかですね、まあ、お金をこれだけ持っている人になりたい、こんな家に住む人になりたい、まあ、いろんなものがあると思うんですけども、なりたいっていうものに関しては、なんていうんですかね、どう言えばいいんですかね、こうやっぱり人から見られて、あ、こうした方がいいだろうなっていうことがもあると思うんですよね。やっぱり短気な人より優しい人の方がいいだろうなと思っているから、怒らない人になりたいっていうのもあるでしょうし、そうですね、本当はもう叱りたいけれどもね、部下とか子供とかを、ね、優しい人でいたいっていうのが、ね、あるべきだ、ね、嫌われたくないとか、だから優しくなりたいと思っているかもしれませんし、ある意味こう演じてしまう部分もあるかもしれないんですよね。いい息子でありたい、ね、いたいっていう感じで、ね、まあ、無理がどっかで生じる可能性があるということなんですよね。ね、で、こんな人になりたいっていうのはちょっと浮世離れしてて、ちょっと現実味がないことを感じたりする場合も多いです。じゃあどうすればいいか、まあ、自分がしたいことは何かを考えるんですよね。やっぱり人に迷惑はかけない人っていうのはいませんけれども、ね、こう脇目も振らずにこう目標を夢に向かっていく時っていうのは、やはりいろんな人からの、ね、アドバイスを受けても、その人に恩返しをすることもできなかったりするんですけど、応援してる党の本人の、ね、人たちっていうのは見返りなんか気にしてなかったりするわけですから、ちゃんとお返しできる人になりたいとか、お礼ができる人になりたい、ね、恩返しできる人になりたいというよりも、その夢を叶えた方がその応援してくれた人にとってはハッピーかもしれませんよね。ですから自分が、ね、したいことって何だろう、ね、例えばもうそうですね、こんな仕事をしたい、本当はこんな仕事をしたい、本当はこんなところに住みたい、本当はこんなところに行きたい、本当はこんな技術を身につけたい、本当はこんなレベルまで行きたい、したいことってやっぱあるはずなんですよね。ちょっともうちょっとこれできたらいいなっていうものからね、まあ、大きな夢でももちろんいいんですよね。やっぱタレントさんを見て自分も何かスポットライトを浴びるような
ことをしたいな、うん、アーティストを見て僕も私も歌が上手くなりたいな、演奏ができるようになれたらいいな、したいな、そういうね、ちっちゃいことを掘り下げていってみてください、まあ、書き出すと一番いいんですけれども、こんな人になりたいではなくて自分がしたいことは何かっていうことをまず考えてみてください。はい。そして他人からの評価は受け入れない、これ少し語弊があるんですけれども、本来評価って自分がするものではなくて周りの人がするんです。評価というのは他人がいつでもすることなんですけれども、まあ人の評価って聞くべきですよね。そうなんです。じゃあ逆のことを言ってるんですけれども、もちろん聞いて反省をするっていうことは大事なんですけれども、あなたってこういうタイプよね、カテゴライズされることありますよね。あなたってこういう人よ ね、もうそういうふうに言われるとやっぱそっちに答えようとする自分っていうのがあると思うんですね。いやいや、そう言って優しいとですねって言われても、いや実は私優しくはないねんけどなって、思っている人もいれば、ね、こういう気配りができる人でねって、いや気配りしようと思ってやっているわけではなくて好きな人にだけやってるだけなんだよっていうふうに思っている人もいらっしゃるかもしれません。これ評価は、ねまあ、されて仕方ないんですけれども、悪いところは反省してないといけませんけれども、いわゆる決めつけですね、言い方よくありませんけれども、こういうタイプだからこういうふうにしたら、あなたこれ向いてると思うよ、こうするべきでしょ、あなたはこういうタイプだから、こういうことをしてきたから、いわゆるその人が作ったイメージ像に沿って生きていませんかっていうことなんですよね。あの人は仕事もできて、ね、家族も大切にして、ね、やっぱそういうイメージをやっぱ壊したくないから、ね、やっぱそれに合ったことをやる。それ自体は素晴らしいことなんですけど、本当にそれが自分のしたいこと、さっきのページですね、なのか、ね、本当はそういうことは気にしないで、ね、好きなことを、ね、やっている結果、周りがハッピーになっているっていう状態が、ね、自分の希望なのか、ちょっと難しいんですけれども、ね、他人からの評価は、まあ、受け入れないっていうことですね。私もよく、ね、こういうことをや仕事をできるんじゃないですか、こうなんできるんだと、これできますよって言われたりするんですけれども、じゃあそうやってみようかなってやっぱあんまり思うことがないんですよね。それは自分がやりたいことではないからなんですよね。自分がやりたいことでない時っていうのはやっぱなんかストレスがかかってきますし、やりたいことじゃなくてもね、例えば仕事であればやらないといけないかもしれませんけど、あ、お金稼げるんだったらやろうかなみたいな感じで、これで多くの人を手助けになるんだなとか喜んでいただけるんだなっていう姿勢で始めないものっていうのは絶対にどっかでこう頭打ちされるといいますか、何かスムーズにいかないことが待っているっていう経験は皆さんもあると思うんですよね。なのでやっぱり自分の考えを一番にするっていうことをが大事ですね。そして、本当はね、本当にやりたいこと実は分かってるんです、やってないんです、できないだけなんですっていう方もいらっしゃると思うんですよね。これはですね、それを言い続けるとできないできないね、これやろうと思っててんな、いつかやろうと思ってんねんっていうのが口癖になっていると、やっぱりやらない癖がついてるのと同じになるんですよね。やっぱり何々できない、何々できないっていうものを例えば書き出すとします。これをね、リフレーミングする練習なんですけども、まあリフレーミングっていうのは逆に変えるんですね。何々、まあ、できないっていうことをどうすればできるようになるって書くわけですよね。まあ何々できないっていうことは実は何々してないしないだけなのかもしれませんから、ね、できない理由っていうのをバーって書き出すと意外と簡単にできちゃうっていうことが分かるんですよね。やっぱり海外に行きたいとか大きな家に住みたいとか言うとやっぱお金がないとできません。じゃあお金いくらあればできるっていうふうに書けば、じゃあ仕事でこんだけ頑張ればいい、副業こういうふうにすればいいっていうできる理由つくんですね。例えば、ある目標があります、ね。一人ではできない。じゃあ仲間を作ればできるになりますし、
ね、この仕事を続けている以上できない、じゃあ仕事を変えればできるになりますし、山子育てが忙しくてできない、介護が忙しくてできない、これは本当に難しいかもしれませんけど、実はその合間に少しずつだけでもできるっていうものがあるかもしれません、ね、できない理由っていうものを、まあ、できるためにはどうすればいいか、問題解決をする癖をつけていく、これだけでやりたいことってこう、なんていうんですかね、ポイって捨てないで、いつかやってやろうっていう気持ちはずっと持ち続けますから、夢を諦める癖っていうのはつかなくなりますんでね、はい、そして何々すべきから何々だと幸せ、これも私はもうどっちがハッピーかなって口癖でよく言うんですけれども、普通こうすべきでしょうことはたくさんありますね。まあ大人なのでこうすべき、男性だからこうすべきね、っていうことはあると思うんですけど、すべきってこれやっぱり義務感がありますよね。何々しなくてはいけないみたいな、例えば私たちはやっぱスポーツ のトレーナーですから、やっぱりどういう選手が伸びるかっていうのは話し方で分かるんですよね。練習すべきだとか練習しないといけないという言葉を使う選手っていうのはやっぱ練習をストレスに感じてるんですよね。やっぱもっと練習したいっていう選手が伸びていくんですよね。何々すべきですよね、何々した方がいいですよねっていう言葉が出るっていうことはですね、やっぱ義務感、ストレスを感じる、すごくハードルを自分で高くしてしまう言葉になりますんで、こうした方が幸せですよね、こうした方がハッピーじゃない、ね、自分がです、まあ、自分だけのことだけ考えてて人に迷惑かかるものだったらダメなんですけども、こうした方が自分も周りもハッピーじゃないかなっていうものを、選ぶ癖をつけると、何々すべきやな、こうすべきやったなっていうからという言葉よりも、あ、こうした方がハッピーやったよね、こうした方がみんな幸せになれたかなっていう反省しても、まあ、自分自身に、まあ、自己肯定感を下げることもなくなると思うんですよね、はい、何々すべきから何々だと幸せ、ね、かを考えるですね、はい、そして、どんな人生が、自分にとって一番幸せかを考える、ね、やっぱり今まで、ね、選んできたものを否定することはいけません。全て正しかったと思うんですね、辛い経験がなかった方以外は、ね、どんな人生が自分にとって一番幸せか、やっぱ毎日朝起きてね、慌ててご飯食べて歯磨いて電車乗って満員電車乗って8時間働くっていうのが本当に一番幸せなんでしょうか、ね、朝どんな場所で目を覚まして何時に起きてどんな、ね、風景が目の前には広がってどんな朝食を食べて、ね、午前中はどんな風に過ごして、ね、午後はどんな風に過ごしてで、どんな仕事でたくさんの人に喜んでもらってどんな仕事でお金を稼ぐことができるって、まあ、こういうことをですね一つずつ考えてるんですね。そんなん言っとられへん、もうパートで、ね、もう近いとこで、ね、仕事探すし、ね、給料がええとこで働くねんっていう考えもいいとは思うんですけれども、けど本当にやりたいことってそうなんでしょうか、本当に一番幸せって思うことそうなんでしょうか、これが、いや、そういう気はできないっていうんであれば、さっきのページに戻っていただきたいんですね。できない、ね、ことをできるルールに考えればいいだけの話なんで、自分が、ね、一番幸せな人生、こういう過ごし方、ね、こういう一日、ね、一日起こらず、ね、ずん朗らかに、どんな人に周りに囲まれて、どんな趣味をして、そういったことをですね、想像するとですね、そのためにはこれをやりたいな、これがあるといいなっていうやりたいことっていうのが自然と湧いてくるはずなんですよね。はい、OK ですね。ちょっと今回はね、ちょっと抽象的な表現が多い
変ですけれどもね、考えていただきたいっていうのが一番なので、あんまり細かく説明してないのと、ちょっとぼんやり書いているっていうのも正直ありますんでね、ご了承ください。最後なんですけれども、どんなことで人の役に立ちたいかを考える。やっぱりやりたいことがそもそもないっていうことは、やっぱ夢がないっていうことになるんですけれども、とはいえお金持ちになりたい、あと月々いくらお金があればいいなにぐらいは皆さん思ったことがあるんですよね。それも夢の一つなんですけれども、単純にお金持ちになりたいとか、もう贅沢したいからお金持ちになりたいとか、やっぱ叶う夢と叶わない夢っていうのがあるんですよね。もうこれもう自然の法則でして、不思議なことに自分のことを自分が贅沢したいとか、息子の自分のことしか考えてない夢っていうのはですね、なかなか叶わないんですよね。要はですね、夢っていうのはたくさんの人にこう喜んで、どれだけの人に喜んでもらったか、人数とどれだけ喜んでもらったかっていう量に正比例するものなんですよね。ですから海外旅行行きたい、大きな家住みたい、高級な車乗りたいって言っても、それはもう自分でお仕事頑張ればいいだけの話なんですけれども、どんなことで人の役に立ちたいか、これがですね、やっぱ私は、人のサポートをすることによってハッピーなのか、自分が知ってることを伝えることで幸せを感じるのか、そうですね、自分が何かを作って生み出すことで、幸せ感じるのかとか、いろいろあると思うんですけれども、それが自分が幸せがやっぱ一番なんですけど、その次に考えないといけないことは、それをやることによってどれだけの人が、幸せになるのか、役に立つのか、どれだけの人の不便を便利に変えることができるのかっていうふうに、考えるんですね。そうすると、こういう不便な人、こういう不便があるっていう人を見る、こんな困ってる人を見る、こういうことで、喜んでもらえたらいいかな、喜ばせてあげたいなって思うこともあると思うんですよね。そうすると自分は、じゃあそのスキルを身につけよう、その持っているんであればそのスキルをさらに磨きかけようっていうことでですね、やりたいことっていうのは見つかるはずなんですよね。もう何も仕事もしない、楽に生きたい、だからお金欲しい、これは誰も応援してくれませんし、やっぱり夢が叶う叶わない以前の問題で、やっぱ収入っていうのはどれだけの、人を喜ばせて、どんだけの量を喜ばしたか、喜んでいただいたかっていう、そのものを数値化したものがお金、お給料になっていると思うんですよね。ですからやっぱどんなことで役立ちたいのか、例えばゴミ拾いをすることが自分自身がもう気持ちいいことしてるなっていうふうに思うだけじゃなくて、町の地域の皆さんにも喜ばれるっていうこともありますし、音楽を演奏して自分自身も、楽しい、気持ちがいい、それを聞く人が感動する、楽しい、運動を、する自分は記録に、もうチャレンジしているわけですけれども、その記録をチャレンジしている姿がみんなは勇気づけられる、っていうようなこともありますから、自分のことをまず一番に考えますけれども、これをやることによってどんな人が喜ぶか、じゃあどんな役に立っているのか、立ちたいのかっていうことを考えるとですね、自然とですね、じゃあ私はこういうことがしたかったんだっていうふうに気づくと思うんですよね。ちょっと長くなりましたけれども、やりたいことが、なかなか見つからない人、やりたいことがない、やりたい仕事がない、やりたい趣味もないっていう方はですね、今日のお話、6つありました、こんな人になりたいではなくて自分がしたいこと、ちょっとね、ちょっとこれやってみたいなって思ったことを、もうお金がかからなければ、リスクがなければやってみてください、他人からの評価を受けない、これ評価っても
あんたそんなん言うけど無理やでみたいなことをね言う人もいると思います。絶対続かへんってみたいな、そういうことを聞いてはダメです、実際続かないかもしれません、三日坊主癖のある人は。けど始めてみてください。もしかしたらそれがね、すごい生涯追ってをやる仕事になるかもしれませんし、趣味になるかもしれませんし、もしかしたら世界レベルの技術を短期間にマスターできるものにを選んだかもしれません。ないないできない、できない理由を何々できる、できない、ないない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 、しない、書き出してみると、こうすればできる。自分の思いつかなければ、人に見せてみてください。え、これってこうしたらできるんじゃん。え、これってこうすればできるんじゃん。っていうことで、結構他人から見ると簡単だったりするんですね。それに今、そんなん言うけど、私今こうやからできへんねん。さらにまた人に、いや、こうすればできるんじゃない？っていうふうに、いろんな人に話を聞いてもらうと、これはできるようになってきます、何々すべきから何々だと幸せですね。で、何々しないといけない、もう義務、ストレスに感じるような、演じるような、こと、人の、人の気持ちに応えようとだけするっていうことはダメですね。もうそれが幸せなんだったらいいんですけどね。自分はこっちのハッピー、こうだから幸せ、こうだと幸せ、これを何をした時に感じているのか、やっていうのを気づく練習をしてください。そしてどんな人生が自分にとって一番幸せかを、考える。これはもう先ほど言ったことと丸っきり同じで、もう朝起きた時から寝るまで、どういうもうサイクルで毎日過ごしていくのかっていうことをイメージしてください。そのためにはこうしないと、ああしないと、ああしないとって言ったらダメでしたね、こうしたい、ああしたい、こうするっていうことがどんどん出てくると思うんですよね、そしてどんなことで人の役に立ちたいかを考えます。やっぱりもう独りよがり、自己満足でいいものもあればそうじゃいけないものもあります。やっぱり人の役に立つもの、人はやっぱり人に奉仕じゃないんですけど、やっぱ一人では生きていけませんから、人に何かをした時に喜んでもらえることが一番の幸せだと思うんですよね。なのでどんなことで人の役に立ちたいか、これ別に多くの人じゃなくてもいいんです。目の前の一人を喜んでもらう、喜ばせるっていうことだけでもいいんですけども、こうどんな役の立ち方したいのか、どんな存在として役に立ちたいのかっていうことを考えると、そのためにはこれできるようになりたい、これできるようになりたい、あると思うんですよね、例えばもう子供さんがスポーツ選手で成功したい、応援するしかできへんけど、母親であればもういるだけでもう素晴らしいサポートなんですけどね、いろいろ送り迎えからお弁当から洗濯から全部そうなんですけど、例えばいろいろマッサージを覚えたいとかですね、テーピングを覚えたいとかですね、いろんな人の役に立とうと思うと自然と出てくるはずなんですよね、やりたいことっていう、ぜひですね、もう夢ある方はもうそのまま邁進していただいて結構なんですけども、やりたいことがなかなか見つからないなっていう方は、今日のこの 6つの、お話をですね、ちょっと考えていただければなと思います。